51レース第58回慶応杯2歳ステークス G2 のパドックです。それでは見ていただきましょう。
競馬場は第11レース出走メンバーの入場です。第58回慶応杯2歳ステークス G2 メンバーです。1番デイドリームビーチ446キロで前回からプラス10キロ、杉原誠55キロ。2番アンタのバラード428キロマイナス2、田辺博信54キロ。3番サイモンオリーブ460キロプラス14、横山和夫54キロ。4番ペースセッティング484キロプラス10、坂井隆生55キロ。5番ミス横浜460キロ増減なし、斉藤新太54キロ。6番マーブルマカロン418キロマイナス4、三浦康生54キロ。7番フロムダスク496キロマイナス8、戸崎啓太55キロ。8番ミシェラドラータ470キロマイナス6、大野拓也55キロ。9番エナジーチャイム428キロプラス12、クリストフルメール54キロ。10番オーバンブルマイ422キロプラス8キロ、横山武史55キロ。11番シェーンフリマー468キロプラス2、長野武蔵54キロ。12番ブーケファロス440キロプラス4、菅原明55キロ。13番アスクドリームモア500キロちょうどプラス8、岩田康成55キロ。14番薬師は496キロプラス12、岩田未来55キロ。15番ノーブルラン472キロプラス16、津村明秀55キロ。16番スピードオブライト414キロマイナス6、石川幸人54キロ。17番ロストランパンテ460キロマイナス6、桑田拓也54キロ。18番ロンドンプラン498キロ増減なし、松山晃平55キロです。慶応杯2歳ステークス発走までお待ちください。画面変わりました。東京メインレースを迎えます。第58回慶応杯2歳ステークス G2 です。芝 1400m 戦、18番ロンドンプランが単勝では人気となりました。東京競馬場第11レース、第58回慶応杯2歳ステークス G22 歳馬の重賞競争です。芝の 1400m に18頭、この競争の1着馬のオーナーには慶応電鉄株式会社賞が贈呈されます。暮れの2歳 G1、 そして来年に向けても各馬試金石の一戦。ここから2歳の頂点、そして来年に向かって大きく前進を果たすのはどの馬となるでしょうか。芝は寮のコンディションです。だんだんと日が西に傾いて、オレンジがかった日差しを後ろから受ける形、各馬のゲートイン向こう正面。残り3頭、6番マーブルマカロンに18番ロンドンプラン、ロンドンプランが入ります。あと2頭になって4番ペースセッティング入ります。あと1頭が17番のロストランパンテ。少しゲートから離れたところから促されて収まりました。ゲートイン完了です。スタートしました。18番ロンドンプランスタートを決めています。先行争い、まずは7番フロムダスク飛び出していきました。追って16番のスピードオブライト、外2頭、間から10番オーバンブルマイと先団3頭です。4番手以降1段、4番ペースセッティング、3番サイモンオリーブ、17番ロストランパンテ、13番アスクドリームは外から18番ロンドンプラン押し上げていきました。後位へ14番の薬師馬もこのすぐ後ろに続いていきます。3、4コーナー中間に向かって2馬身差、一旦引いて4番ペースセッティングは中段から、また3馬身空きました。
内からは6番のマーブルマカロンの追走、残り800を切って3、4コーナー中間に向かって15番ノーブルラン、11番シェーンプリマー、2馬身差で5番のミス横浜、12番ブーケファロス、後方にかけて2番アンタのバラード、そして8番ミシェラドラータ、後方寄りの追走となっています。後ろから2投目に9番エナジーチャイム、最後方1番デイドリームビーチ、4コーナーから直線に向かっています。フロムダスク先頭リードを1馬身、残り400を切っています。外から合わせにいった16番のスピードオブライト、2頭並んで坂を登ってくる、後続勢広がって内を狙って大盤振る舞い、外からロンドンプランヤクシバ、外に持ち出して4番ペースセッティング、今日は差し足を伸ばす競馬、外から15番ノーブルランも追ってくる、残り200を切りました。ライト沿いで粘る7番のフロムダスク、外は16番のスピードオブライト、外から10番の大盤振る舞い、外から4番ペースセッティング迫るが大盤振る舞いがゴールイン、2番手が最後で広がりました。7番フロムダスク、最後追い込んだ16番スピードオブライト、そして外からは4番ペースセッティング、2着争い3頭ずらっと広がりましたが、追い比べ抜けたのは10番大盤振る舞い。中京のデビュー戦から連勝を決めました。最後少し狙ったスペースが開かなかったと見るや横山武史騎手、前を行く2頭の外へ切り返して追って追って最後は抜け出しました。勝ちタイム1分20秒9、上がりタイムゴールまでの 800m は46秒3、 600m は34秒5です。1馬身ほど抜けた10番大盤振る舞い、2着争いが広がりました。7番フロムダスク、16番スピードオブライト、離れた外から刺してきた4番ペースセッティングと、2着争いは3頭で広がっています。10番大盤振る舞い、ディスクリートキャット産駒、これでデビュー2連勝、導いたのは横山武史騎手。打ち狙ったスペースが少し狭くなるかというシーンもありましたが、そこから立て直して一旦外に持ち出して、もう一度エンジン点火、最後はよく伸びました。2着争いが先手を取り切った7番フロムダスクと16番スピードオブライトが馬体を合わせていて、この2頭よりも離れた外から4番ペースセッティング最後刺してきましたが、これは4着と出ました。東京11レース KO 杯2歳ステークス、1着10番大盤振る舞いです。2着争い写真判定、ここ2年もこのレースは少し波乱傾向ではあったんですが、今年はさらに本当にもう配当的にはまさに大盤振る舞いになりましたね。そうですね、多いから最後は抜け出しましてね、まあ、ある程度前に行っていた馬同士の決着にはなったという形にはなりましたね。10番7番16番10番人気11番人気5番人気の順です。単勝10番 51.0 倍、枠連4号 86.9 倍、馬連7番10番 659.1 倍、馬単10番7番 1334.3 倍、三連複7番10番16番 2570.3 倍、三連単10番7番16番 22218.3 倍です。確定までお待ちください。